田中康夫の「だから言わんこっちゃない」ボリューム235「公開リンチ」やってるのは厚労副大臣お前だろ涙間違いだらけの盛りかけ佐川君からの手紙その後」と題してお届けをいたしますまあご存知のようにですねまああの何ですか厚労省が。 厚労省のデータ、まあ、指図した人がどうなのかっていう問題はあるにしても厚労省は全然違うものを出してきてたわけですねしかも最初は100個くらいだったのがなんか230いくつにもなってしまって全体で300個でさらに増えてるってもうほとんど HPV ワークチンは効きます2つに効きます4つに効きます9つに効くのも出ましたっつってんのにわずか2年前には,は HPV というものはです、ね、ヒトパピローマウイルスというものはまあ100個くらいと言われていたのが昨年くらいにはヒトパピローマウイルスというのは150個もあるとましてや今は180個以上あるつってるどん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 ヒトパピローマウイルスなんてのはもうおそらく99.9%の方がですね男性も含めてヒトパピローマウイルスを持ったことがあるわけでございまして。 これは小さな子供とて母乳感染やです、ねえー、母親や父親とのキスってことで同様なわけでございましてもともとこれは性感染症なわけでございますからね。ということで増殖してる人パピローマウイルスなのにですね、えー、エビデンスは証明されたってわけのわからない実際にですねは,はって歩かなきゃいけない記憶障害がある。 こういう方が起きていることこそエビデンスでございましてこのエビデンスは、えー、HPV ワクチンと無関係だとおっしゃるならば実際にその起きていることは超常現象なのか、えー、オカルトなのかそうではなくてどういう因果関係によって生まれているのか、えー、排気ガスなのか食べ物なのかそれを示さなければエビデンスではないわけでございましてエビデンスというものはそうしたことが証明できてでございます。 まあこの問題はもう繰り返し述べてきていることなのであのこのサイトをご覧いただいている良い子や良い子の皆さん分かってらっしゃると思いますけど時々なんか頭でっかちな意識高い系の男の人や女の人が紛れ込んできてですねすっとんきょうなことをおっしゃっておりますけれどもさてこの公開臨時皆さんご存知のようにまああまりにいずれにしてもですね厚労省のデータが後出しじゃんけんのようにペシャワールの市場のように出てくるんで変じゃねえのと。 いうことで、まあ野党がですね。例えば厚生労働省の人間からまあレヒアリング公開ヒアリングをやると。 でこれはメディアの側も厚労省、自分たちが直接行ったんで教えてくれない、それもまあ、覇気がないとは言えますけども野党の側がデータを出してきましたこれが前回のと違うじゃないのよってどうしてなのっていう話をしてるのを全部、まあえー、マスコミフルオープンとマスコミの力借りなきゃいけないっていのをなんだって話もございますけどもでこのマスコミにみんな見せて厚労省の職員が前回と違うこと言ってるのなんでだと。 質問じゃなくてもまあしてるのは公開リンチだと言ったのがもう本当にこの香ばしい何だしでございましたっけああ牧原英樹厚生労働大臣という方なんでございますね。でこれが公開リンチだと言ったことは不適切でございましたって頭下げたって言うんだけどいいですか皆さん公開リンチを今国家的にしてるのは籠池夫妻に対してではないでしょうか。 いや籠池夫妻もですね覚醒されるまでは訳のわからないですねもう本当にお子ちゃまのような多分日本青年会議所でですね訳のわからない中の人といってネトウヨもさすがに誰も守ることができないって三浦瑠璃ちゃままで守ることができないようなことを書いていたわけのわからない日本青年会議所の中、えー、の人の主要幹部というのがいらっしゃいましたけれども。 まあでも、まあ、同様なお考えを看護医県夫はお持ちだったかもしれませけどこれは人道的ということで日本は一体もうこれはどこなんだとルワンダなんですかと、まあ、ルワンダの方にも申し訳ない例えなんですけどもという状況にあるのが彼ら夫妻なわけですね一つは暖房もない冷房もない一つは窓も全くないそんなところに置かれて精神的に肉体的にですね偏見を来たさないはずがないわけでありまして。 はっっきり言ってですね何の問題もない一点の曇りもないとおっしゃるんだったら国外逃亡するわけでもですねあるいはテロリストになるわけでもないですね籠池夫妻というものは少なくとも現在のその独房のような拘置所のところからですね保釈をして差し上げるべきなわけでありますね。籠池夫妻の問題点が仮に多々あるとしても これは人道的に行うべきであってこのことを全く人権派と称している新聞の方もです、ね、人権派と称しているです、ね、プロ活動家の方もおっしゃらないあるいはかつては籠池夫妻がなんと私たちと同じ香ばしい意見を持ってたのか。 という方々がですねなぜこの方々を保釈しなさいと虎ノ門テレビで言わないのかってことでございます。余談でございますが虎ノ門テレビに出てる嘘800田直樹さんという方がなんとオリンピックのスケートの男子の選手の方を素晴らしい素晴らしい。 羽生選手素晴らしい羽生選手素晴らしいって連行されたってんでハブとマングースかとでもどうもそうではなくてですね将棋と、えー、オリンピックと勘違いしてるというかまあ、羽生とハブと読み間違えてしまったというかまあ本来ですねやっぱ漢文をの授業をやめろという人ですから感じて書いたものが読めなかったとところがもっとお笑いなのはその虎ノ門に出てた方々がそこで「いやいや羽生さんってお読みするんですよ」って言うとまあ嘘8八百田さんがギャ 切れしてしてまうと思ったからみんなもう笑いをこらえてなのかにがむしを潰してなのか、えー、彼の発言を訂正してあげない、まあ、全く本当にですね孤独なあの天皇陛下は近城天皇は立派な方でございますけども本当に孤独な帝王になってしまってるという話なのでございますね。でこの籠池さんの問題というものをですねこのあのような形をしてるというのは 一点の曇りもないんだったらなおのことなんで彼をシャバに出して自由に発言させてあげないんですかっていうことになります。 もし籠池夫妻の言ってることがシャバに出てきてまた変だと思われるんだったらまさにそれは言論の世界でありますからその嘘であるという根拠をエビデンスを示すという必要があるわけでございますね。一点の曇りもないというエビデンスはあ,あるって言ってもおそらく多くの国民の6割7割8割の人が本当かなって思ってらっしゃるというまさに HPV ワクチンと同じような状況なわけでございます。 ご存知のようにですねまあ朝日新聞が書いたからっていうかもしれませんけどこれ私はあの読売新聞だってこのデータを持っていたら書いたであろうと思いますすなわち森、えー、掛問題の森友の文書、えー、国有地取引の際に財務省が作成した決裁の文書です決裁の文書がその去年の2月の問題発覚後に国会議員たちに開示をした文書の内容と 契約当時の文書の内容と違うということが分かったおそらくこれもちゃんとディープスロットであろうと思いますこんなことやってて日本という国が平気なのか財務省が平気なのかということであろうかと思います公開テロを続けている国がおかしいということだと思うんですねで、これは大変なことで契約当時の文書まあ2015年から16年に学園と国が取引をしたときに近畿財務局の管財部門が決済を まあ、組織ですから決裁を受けるために作った文書で1枚目に決裁の完了日や局幹部の決裁員が押しているとそして2枚目以降に交渉経過や、えー、取引の内容が記されているとするとその文書契約当時のこの文書役人っていうのは絶対文書を捨てませんから。 長野県のオリンピック招致の時でも私はもう痛いほどじゃなくて当然のごとくしたわけですがなのでこの決裁当時の文書と国会議員に問題発覚後に渡した文書表向き文書の,あの建前は似てるんだけれども実は起案をした日あるいは決裁を完了した日あるいは番号これはノンブルは全く同じだと。 同じにもかかわずそして決算委員も同じ委員がされているにもかかわらず契約当時の文書には森友学園側とどういうようなやり取りをしてきたのかを時系列で書いてあった部分があるとあるいは学園の要請にどう対応したかを記した記述の部分もあるとこれらが国会議員に開示をした文書は同じ決算委員がおっしたって同じ その文書番号が書いてあって同じ決済完了日で起案日にもかかわらずこれらが項目ごと消えていたり一部消えているんだと。で契約当時の文書では学園との取引は鍵括弧特例的な内容となると鍵括弧閉じと鍵括弧本件の特殊性鍵括弧と表現していると。にもかかわらずですねそしてまあ学園の鍵括弧学園の提案に応じて鑑定 評価を行い、改革を閉じ、改革を価格提示を行うという記述が、元々の文書にはあったのに、同じノンブルの番号の国会議員に提示をした。文書にはそっくり抜けていると。これはですね。やはりまあ、またあの2億引きの声を取ったように、野党の議員はうだらかだら言っております。けれども、少なくとも虎ノ門テレビを見てるような方々は籠池夫妻のためにも。 あるいははっきり言ってですね、今自民党内見渡して、他に総理に、あの明日から総理ができるような人はほとんど見当たらないという中において、消去法ではなくてですね、その政権を支えているのは、なおのこと、この文章をです、ね、朝日がガーとかいう話ではなくて、どっちがエビデンスなのかということを示さないといけないということではなかろうかと、私は思っております。ちななみになんと 公文書の偽造というのは皆さんご存知、1年以上10年以下の懲役でございますからこの公文書の偽造であったとするならばその偽造した人は一体誰だったのかあるいは偽造することを指示した人がいたのかあるいは偽造の忖度はどのようにして生まれたのかということはですねこれはきちんとですね調査をしないといけないまあ元 FBI の副長官だった方のえとリチャード・ニクソンとの攻防戦の映画が プロフェッショナルという形で今行われておりますけれどもあの私もこれ映画表をしましたけれども是非これは調べなきゃいけない。でこれに対して今の理財局長は随分前のですね理財局長で今の国税,国税庁長官とはだいぶ違うとプラと。 ポジティブに皆さん思っってらっしゃるけどここはなんと捜査に対する影響に十分配慮しつつ調査していきたいってこれはまさに特装が大阪地検の特捜が動いてるから我々からこの問題を調査できないと言ってるような話でございまして開示できないそしてなんとまあ2月の15日から 2, 2月の16日から確定申告が始まりますけど普通 NHK はですねその日の。 当日にはです、ね、確定申告に来た女優の方っていのが大体いつも選んでてってことはまあその税理士事務所とも、えー、お互い相談をしてですね16日にはちゃんと提出できるようになっているってことで,すで皆さん確定申告しましょうねっていうのが必ずテレビで流れるのになんと2月16日皆さんご存知のように NHK の夜の7時のニュースでも夜の9時のニュースでも今日から確定申告です。 そして女優のなんとかさんが確定申告に麻布税務署に来ましたなどというぜ映像は流れなかったんですね。本来今年やる予定だった女優の方は本当にですねこれはあの PR する機会を失ってしまったんで損害賠償すべきじゃないかと思いますけどその佐賀信久国税庁長,長官はなんと。 2月16日から26日の間に岩手宮城神奈川岡山広島の5県の確定申告会場を視察したという、えー、質問主義に対する答弁書をですね、えー、本日2日の閣議であ昨日2日の閣議で決めたということなんでございます職員との意見交換はしたが訓示はしていない今後の日程はセキュリティ上の観点と円滑な申告相談を実施する観点から回答は差し控える なんじゃらほいって話でございますしまあ、してはその佐川氏が佐川氏が泊まってるのはあの竹橋のところ旧今もう壊してしまって新しく作っている丸紅の本社があった横のところのですねまあいわゆる観光庁系のまあホテルでございますここにお泊まりになってるんですけどもで公用車がダミーの公用車が2台も3台も出てきてというのをまあある週刊誌があ,のあれどこだっけフライデーじゃなくて「週刊新潮えー、週刊文春」 載せまししたけれども週刊文でですすかそして佐川さんはですねなんと競売物件の土地を安く手に入れてそこにお家建てたと競売物件を買うことは税務あの財務省の職員が禁じられてるわけではないけど理科に冠を正すというお話なんだからでございますねそしてこのずっとホテル住まいをされてるんでお家にお帰りにならないとでもこのホテル代はご自分で出してるというふうに書面には書いてあるんですけれどもその。 えー、質問収書に対してのですね閣議決定はでも本当にそうかどうかわからない神のを知るいいう話なわけでございますねこうやって見ると本当にですね公開臨時をやってんのは一体誰なんだと籠池夫妻が仮に好きであろうと嫌いであろうと真実を言っていようと嘘をついていようとですね 逃げ隠れもしないしテロリストでもないという人物をいまだにあのような劣悪な状況においてですね健康やあまさにあるいは心,理に心身にですね著しい変調をきたしているということを放置している日本のメディアであったり日本の私も含めた国民というものはアムネスティなどというプロ市民がウーダラという前に 本当に日本はどこぞの国以下ではなかろうかとどこぞの国をですね声高にあざけったり批判する前に自分の胸を手に自分の胸に手を当ててみようというお話ではなかろうかなということでお届けをいたしました。